なんだ？どうしたの？さあ、行きましょう。よろしく、キリト君。それじゃあね。こんな場所で会えるなんて嬉しいな。ちょっと探し物があったんだけど、疲れちゃったから一休みしてたところ。それじゃあさ、一緒に迷宮攻略してくれないかな。足手まといになったりしないから。大丈夫だよ。それに急いでるの。お願い、一緒に行かせて。うん、キリトの言うことなら聞くよ。足手まといにならないでしょ。この世界を壊してしまう何か、それを探しているの、多分。そう、だから急がないといけないの。でも、だからこそたくさん探索に出て、いろんなものと出会わなきゃいけないんだ。私は、この世界を守らなきゃならないから。というか、私のことよりも、キリトは、クリアのために頑張ってるんだよね。だったらさ、パーティーのメンバーもよく考えてさ。何？キリトにはもっと強力で頼りになるお姉さんの助っ人が必要だと思う。
ダメだよキリト、今で満足だなんて間違っていると思う。だって私が活躍できちゃうくらいなんだもん。もっとパーティーとしてのバランスも必要だし、一人一人ソロでの強さにももっとこだわらなきゃ。例えば具体的に言うと、アスナはもっと防御力が必要だと思う。壁になれるくらい硬い方がいいかな。私は速度重視でスキル構成してるから、今から防御力上げても意味ないでしょ。でもキリトを守るっていう意味なら防御の硬さだと思うな。一理はあるしバランスも取れてるとは思うけど、それじゃあソロでの強さは成立しなくなるわよ。硬い壁はパーティープレイでより意味を発揮するわけだし。そうか。まあそもそもキリトと釣り合うパートナーじゃないといけないんだよね。それには私みたいなメリハリの効いた体が必要だし、特に母性の象徴でありつつ女の子の魅力を引き立てる胸の大きさが大切だと思うんだよね。それは関係ないでしょ。ねえキリト君。まあでもキリトに一番お似合いで役に立っているのはやっぱ私かな。さあキリト、先に進もう。ごめんキリト、ちょっと用事思い出しちゃった。今日はここでお別れ。うん、少しは前に進めたかなって思うから、今日はそれでいい。うん、大丈夫だよ。ありがとう。じゃあまたね。行かせちゃっていいの？確かにそうかもね。いよいよか。それって、
いよいよね。そうだな。